気分転換に昨日から J リーグの We Are The Champ の曲で登場しますが、その1打席目いきなり予感的中。およそ1ヶ月ぶり82打席ぶりの会心の一撃はレフトスタンドへの第12号スリーラン。久しぶりに清原に笑顔が戻ります。そして立ち上がりもらった3点のリードを目下防御率1点台でトップを走る先発の工藤が悪いながらも無失点ピッチング。ところが工藤は3回、ワンアウト2、3塁のピンチを迎えると、ここで3番マックスにセンターへ弾き返され、対西武8連敗中のロッテが3対2とその差を追い上げます。しかし西武は5回、日本一の4番清原に憧れてプロに入った5年目23歳9番の柿内がプロ入り2本目、今シーズン第1号をライトスタンドへ叩き込んで4対2とロッテを突き放しにかかります。ロッテも終盤何度も同点勝ち越しのチャンスは掴むものの、工藤、塩崎、杉山、羽鳥の豪華リレーの前にタイムリーが出ず、結局西武が対ロッテ戦9連勝を飾りました。勝ち越しのない最下位ロッテ、しかし今日は立ち上がり西武先発の石井から4番ホールがライトスタンドへ久しぶりの15号ツーランホームラン。ロッテが2点を先制します。ところがロッテは5回、ワンアウト1、2塁のピンチに、この当たりをショート南口が大きなエラー、ダブルプレーチェンジが1点、西武に1点を許してしまいます。ロッテは1点のリードを昨日先発した園川を連投させるなど、対西武戦10連敗阻止へ必死のディフェンスを見せると、打線も8回、またまたホールがこれまで苦手としていた石井からタイムリーを放ち西武を突き放します。そしてロッテはこのリードを最後は川本が締めて7月初白星、西武戦の連敗を9で止めました。報道会、ここ2ヶ月間勝ち星に恵まれない小宮山ですが、今日は1回に清原を、2回には苦手鈴木健をフォークで三振、順調な立ち上がりを見せます。そして打点もエースに久しぶりの白星をと4回、堀がセンターへ弾き返し先制。この後1点を加えて小宮山を盛り立てます。しかし西武も6回、平野のタイムリーで1点を返し、なおも同点のチャンスにバッターは清原。ここは小宮山が勝利への意地を見せピンチをしのぎます。今年一番の出来だったという小宮山は8回まで毎回三振を奪うなど、西武を5安打1失点、5月13日以来の嬉しい7勝目を挙げました。6つ、ね、貯金があった時期もあったんですけど、まあ、早くそうなれるように頑張りました。5番シュート、4番ウィンタース、今日もこの2人に一発はあるのかと思われた初回、ウィンタースの前のバッター田中幸雄にまずは出ました。レフトスタンド上段に突き刺さる今シーズンの第7号ホームラン。さらにこの試合好調の田中は4回にもヒットとエラーでワンアウト3塁というチャンスを作ります。ここで迎えるバッターは4番ウィンタース。打球はライトへ、しかしマックスがナイスキャッチ。この辺りに飛び出していた田中はホームに帰れず、惜しいチャンスを潰してしまいます。一方投げては日本ハム先発河野が5回までを1失点に抑えていたのですが、6回にノーアウト満塁のピンチを迎えます。ここでロッテ4番コールに手痛い一発、第16号の満塁ホームランはライナーでライトスタンドへ。これで5対1、河野はこの回でノックアウトです。粘る日本ハムは8回、川野のタイムリーで1点を取り3点差としますが、9回も2アウトまで来てしまいます。ここで5番周にようやく4試合連続のこの一発が出ましたが、時すでに遅く日本ハムの連勝は3でストップしました。の第2打席は2対1で日本ハムがリードして迎えた2回の裏、2アウト1、2塁という場面で回ってきました。しかし当たりはファーストゴロ、これには広瀬もこの表情です。その無念を晴らす絶好のチャンスが続く第3打席に訪れます。今度は3対4と1点のビハインド、ワンアウトランナーは3塁、広瀬の打球は深々と右中間を破ります。同点のタイムリーツーベース。さすがはキャプテン、チームが負けている時にこそその本領を発揮します。そしてゲームは5対6、またしてもロッテにリードを許しての8回裏、ネクストバッターボックスには広瀬というところで、選手会長の白井和幸が見事な同点タイムリー、6対6、なおもランナー1、3塁、さあ広瀬のタイムリーで逆転かというところで、大沢監督広瀬を下げて代打に大島を告げました。しかしこの大島はあえなく三振、日本ハムこの逆転のチャンスを生かせず、試合は6対6のまま9回に突入しました。その番のホールが西崎のストレートを豪快な一振り、ライトスタンドに突き刺さる17号ホームラン。ロッテ1点を先制します。一方チャンスがありながらあと1本が出なかった日本ハムも7回、園川から田中幸雄が値千金、逆転の8号ツーラン。2対1とし西崎を援護します。その西崎8回にピンチを迎えます。連続ヒットとフォアボールで2アウト満塁。橘の当たりはピッチャーの頭上を越えますが、ショート広瀬の守備に助けられロッテの反撃を断ちます。最後まで打線を信じて投げ抜いた西崎、
9回は3人でピシャリと打ち取りゲームセット。完投で8勝目を挙げました。投打が噛み合ってきたロッテは1点をリードされた2回、ツーアウトから愛好がヒットで出塁すると、続く山下は技で運んだこの一発、今シーズン第1号のツーランホームランで2対1と逆転します。さらに3回には西村のこのタイムリーで3対1、先発高村をノックアウトしてなおも3塁1塁のチャンスを迎えますが、ここでファーストランナーホールが近鉄2人目小池の牽制に誘い出され、結局サードランナーの西村がタッチアウト、チャンスを生かすことができません。それでも1点差とされて迎えた5回、ランナー3塁からのこの投球がデッドボール。ワイルドピッチだったら同点になっていただけに、まだ月が残っているかと思われました。ところがそんな雰囲気を全て吹き飛ばしたのが続くブライアント。ロッテ2人目の平沼からホームランダービー単独トップに立つ24号を叩き込み、5対3と近鉄が逆転に成功します。結局この後1点は奪われたものの、5対4で近鉄が逃げ切り、ルーキー小池は2勝目を飾りました。福利対近鉄、1回、ブライアントは左中間へホームランダービー単独トップに立つ25号ホームラン、幸先よく1点を先制します。しかし地元での連敗ストップに意欲を燃やすロッテ、すぐさま追いつくと4回にはホールが勝ち越しの18号、5回にも3点を加え野茂をノックアウト、5対1と試合を決めたかに見えました。ところが粘る近鉄は1点差に詰め寄り、迎えた9回、とうとう同点のチャンスです。しかしここでセカンドランナーの中根が飛び出してタッチアウト、近鉄にとっては後味の悪いゲームとなりました。はい、こちらも結果は白紙に戻してもう一度お伝えいたします。まあ両チームとも心機一転を図りたい後半戦の初戦です。ロッテの先発は園川でした。前回は毎回奪三振も不運な負け、初回は3人で切って取ったんですが、それ2回です。ツーアウト取ってから藤本のこの一発、レフトのポール側へ第9号、本人はテクニカルホームラン、これでダイエーが1点を先制します。一方ダイエーの先発はハーラーと9勝の村田です。立ち上がりから今日はコントロールに苦しみました。1回2回はしのいだものの、3回です、2つのフォアボールなどで3塁1塁ワンアウト、4番のホール当たりは良くなかったんですが、これがライト前へ抜けます。3塁ランナー帰ってこれでたちまち同点、村田はなおもピンチ、2塁1塁で続く5番のマックスです。ワンボールからの2球目、これもライトへ抜けます。クロスプレーになるんですが、ランナー帰ってたちまち逆転です。スワローズで村田は4回5回もこの調子、6点を失い5回途中でノックアウト。さあ7対1となって5回のダイエーです。ワンアウトから藤本、2打席連続の第10号、本人曰く今度は風が運んでくれた。これでダイエー2点目、ダイエーはさらに6回にも1点を返し7対3、4点差としますが、7回のロッテマウンドは2番手の渡辺、ランナーを1塁に置いて4番のホール、これは大きかった、北九州のお客さんもびっくり、打球は夜空に消える場外ホームラン、19号のツーラン、結局9対3でロッテ